明治初期、明治6、7年の収容者人口構成では、家族、士族は 6.4%、平民が 91%、神官及び僧侶が 1.2%、その他、雑種部民となっている。平民の内訳は、農業 80%、工業 3.5%、商業 6.6%、その他雑種部民 10.4%、農業以外で建築仕事を持つ平民は、大工 0.4%、瓦職人 0.0004%、家事 1.1%、その他の専門職には、軒並み 0.0001、0.0004% である。一番多いのが犯罪者で、牢に入れられているものが 5.1%。その他では今でいうアルバイトは 2.76% である。実際の収容人口は 35% 程度である。これで、全国一斉に西洋の、新しい高層建築が、建設可能であったのやら。明治6、7年の収容者人口構成では、家族、士族は 6.4%、平民が 91%、神官及び僧侶が 1.2%、その他、雑種部民となっている。平民の内訳は、農業 80%、工業 3.5%、商業 6.6%、その他雑種部民 10.4%、農業以外で建築仕事を持つ平民は、大工 0.4%、瓦職人 0.0004%、家事 1.1%、その他の専門職には、軒並みに 0.0001、0.0004% である。一番多いのが犯罪者で、牢に入れられているものが 5.1%。その他では今でいうアルバイトは 2.76% である。実際の収容人口は 35% 程度である。これで、全国一斉に西洋の、新しい高層建築が、建設可能であったのやら。